スバメヤヒコ総合事務組合環境センターの2本ある煙突は1本が傾き、もう1本も内灯がずれるなどしています。このため現在1日に処理できるゴミの量が従来の4分の1となっています。昨日は国定伊佐と環境大臣政務官が視察に訪れ、地元から復旧予算の補助などを求めました。今日からですね、市民の皆さん、ゴミのですね、出すような生活が戻ってくる中で、4分の1の能力に、落ちているということは非常に大変な状況なんで、一日も早くですね、解消する。この煙突は2004年の中越地震でも同じ被害がありました。当面は従来よりも稼働時間を増やして対応し、処理が追いつかないゴミは長岡市が受け入れるということです。